義円らの長安急襲と時を同じくして諸葛亮は軍を率い南進。南中の地で呂宿率いる呉の遠征軍と合流した。義への陽動を兼ねた南中の平定が目的である。南中は異民族が住む異教の地。そこには帝や国などはなく、各部族の王が連合して治めていた。体制としては未熟だが、それゆえに人々は自立する強さを宿す。中でも大王孟獲は気骨の男として小王をまとめていた。その大王を従えることができれば、南中の平定はなったも同然。灼熱の太陽が照らす中、諸葛亮は大王攻略の道を模索する。一方、韓平、韓策、方三条、韓銀平は初めての異教に心躍る。若者たちの奮戦は熱き南中の地に勝利をつかめるか。拙者は韓平、軍神の子なり。聖祭、南中はなんだかとても暑いな。拙者たちのこの格好では少し辛いかも。私は平気。それに強い日差しは服で防いだ方がいい。なるほど。そうだな。この先予想もつかない罠がありそう。気を抜いてはいられない。この先呉の人たちは陽気な人が多いですな。呂宿殿もそんな感じですし。寛平様、頑張ってください。南中はおっかねんだ。沼地がどこだったり、そこかしこに獣がいたり。南中のやつはよくこんなとこに住んでるよな。そりゃ頑丈にもなるはずだ。呂宿様のあの表情見たか。諸葛亮が嫌いって書いてあるな。南中を束ねる大王は恐ろしい大男だし、けど奥さんには頭が上がらないそうだ。大王の奥さん、どんな人なんだ。諸君は我ら孫悟の同盟国。この戦俺も手伝うぞ。期待していろ。呂宿殿は知略に優れた男よ。諸葛亮殿もそこは認めておられるようだな。呂宿様、いけすかん集めって独り言、一体誰のことなんでしょうね。諸の人たちはみんな親切ですね。俺感動しちゃいました。この地にはとてつもなく大きな動物がいる。それがゾウだ。南中の奴らはゾウに乗ってくるらしいぞ。しかもそれで攻撃してくるらしいぞ。南中の奴ら、南中恐ろしさだ。南中って。お前、暑さで頭が湧いたみたいだな。すっごい、見たことない木や花ばっか。聞いたこともない獣の声がする。これが何ちゅうか。観測どうしたの？もしかして怖い？いや、私には君がいるからね。観測、それって私のこと？私にとって君の方が未知の動物だよ。聞いたこともない獣の声がする。こ
が宝山城だ。繁盛の戦いの後、関作殿についてきたとか。いや、関作殿の色男ぶりはすごいですな。この大軍を動かして何中まで来たんだ。長安への奇襲に気づく者は少ないだろう。わしです、わし。いつも息子がお世話になっています。息子は長安の方に、あしは代理です。ここにいない息子の分まで働きますぞ。この戦の目的は南中との盟を結ぶこと。しかし我らは南中王の居場所すらわからぬ。まずは猛角を探すことから始めねばならぬ。無事話し合いに持ち込めればよいが。南を平定すれば魏との戦いに専念できる。南方から隙をつかれることがなくなるからな。いや、それどころか魏攻略の上で重要な戦力になるやもしれん。長安の魏延殿たちは無事でしょうか。貨幣で攻め込んだと聞きますぞ。諸葛亮殿はここの連中を仲間にする気だ。魏を攻める力として必要だと言っていたぞ。そのために大王猛角を説得するとか、なかなか骨の折れる戦いになりそうだな。大兄上も小兄上もなんだか楽しそう。あったかいからかしら。長安に向かってる兄上も元気だといいな。きっといつも通りに心配ないと思うけど。南中を束ねる大王猛角は気骨の男。ただ攻めるだけでは服従はすまい。諸葛亮様とロシク殿の会話、なんだか妙な緊張感がありませんか。諸葛亮様のロシク殿を見る目、いつにも増して鋭いような。さてどうする、諸葛亮殿。この南西、長安の目くらましだけではあるまい。ええ、もちろん。今回の目的は侵攻ではなく説得です。ここ南中には諸勢力を束ねる大王がいます。その者と盟を結び、諸君の力としたいのです。ロシク殿にも前線に出ていただきます。臨機応変な指示お願いいたしますよ。ああ、無論だ。呉の軍師として無様な姿は見せられんよ。しかし諸葛亮殿、何やらせえてないか。もしやお前に残された時間は。いえ、別に。さあ早く終わらせましょう。このような暑い地に長居は無用です。それが本音か。希代の軍師殿も暑さには勝てぬと。よし、では始めるとしよう。赤壁以来の共同戦線だ。猛角は伊豆五日に潜伏しているようだ。探し出し命を結ぶよう説得せねば。まずは西の砦を目指す。兵器の準備を手伝うとしよう。わしらの庭を荒らそうた。いい度胸だ。この大王猛角様が踏みつぶしてやろう。何の不満もないと思ってて。おお、お前が南中王猛角か。そう構えるな。まずは俺の話を。ち
少し舐めてかかりすぎたか。今のはなしだ。待ってやがれ。さすがにすぐには負けを認めんが、奴の心を制するまで戦うほかはない。とにかく先へ進み、猛角を探すとしよう。そのためにも兵器の準備を急がねば。狙いは定まった。手札は使う。戦意を損。やってくれた。お女性感謝します。共に敵を打ち払いましょう。なかなかの実力を持っていますね。これでどうだ。満中大王モーカー、どうすれば彼を説得できるだろう。吹っ飛べ。あの人すごい筋肉だったね。私ももっと鍛えて、あんな風になりたいの。見て、怪物ならお前も。いや、なんでもない。準備は整いました。我がトラ戦車、必ずやお役に立ちます。よし、手が回る者はトラ戦車を頼む。中央の砦のトラを追い払ってくれ。ここを通る頃だと思っている。やってくれた。手を貸してくれ。あれは投石兵の拠点か。よし、一つ諸葛亮に貸しを作っておくか。この俺が相手だ。お前ら絶対に許さねえぞ。全身全霊をかける。さあ、残りの投石兵も片付けるぞ。あれを放っておいては本陣も危ういからな。よし、よくやってくれた。これで本陣への投石はやもう。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。
毒を含んでいるようだ。東から回り込む本陣を目指すとしよう。その分レスティングする。終わりに大量の成果が出たのね。そういえばいい筋肉がついてきてるのよ。おっと調子づくなよ。ここは通さねえぜ。力ではどうにもならんか。何か壊す方法を探さねば。あの女もしかして破壊法。ジンペイ、どうした。何か気になることでもあるの。あ、うん、勝利を。何でもないよ。全然大会だ。焦るか。東の道を何とかせねば味方が進めん。反対側から岩を目指すとしよう。敵将が乗っていた動物、象と言ったか。あれを使えば巨岩も壊せるかもしれんな。アイロには敵の罠がつきものだが、まあ、全力だ。補欠にいらず、そうだとも言うしな。おや、ずいぶんと軟弱そうな奴らだね。こんなとこで遊んでないで、さっさと帰んな。南中央夫人、祝勇か。威勢がいいか。全力だ。火の神の末裔などと言われるのも頷ける。へえ、ちょっとはやるじゃないのさ。次は本気で楽しませてもらおうかね。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。崖の下に象に乗った将がいるはずだ。奇襲を仕掛け象を奪うぞ。全力だ。一人で残る象が現れるとは後悔しても遅いぞ。したことがまんまとはめられたか。全力だ。これで勝ったと思うなよ。敵将、拙者が討ち取った。象に乗りあの岩へ向かうのだ。この巨獣ならば岩をも砕けよう。先も罠があるだろうがな。これ以上は行かせねえぞ。今度はさっきみてえには行かねえからな。やれやれ、盛んだな。やはり俺と話す気にはなれんか。うるせえ。攻めてきた奴らと話すことなんかねえ。わしにビビって逃げちまったか。根性のねえ奴らだぜ。なんちゅう私たちの家、絶対に踏みにじらせたりしないよ。守るのが私の役目よ。
私の負けか。畜生、なんちゅうをどうするつもりだ。いや、俺たちは侵略しに来たわけじゃない。ただお前たちと盟を結びたいのだ。なんで？なら、鼻からそう言ってんだ。いいぜ、盟でも何でも結んでやる。